はい、なんでも動画人つっちゃのマイクリ実況、このデイリーボーナスを申請できますと、ここにありますね、ここにありますけど、まあここから入りましょう。デイリーボーナス、はい、じゃあポリゴンで習得する前に、これはねプライムって言って月に5ドルで入れる、これはやっとけよ、絶対入っとけよっていう感じの、月に5ドルですので、はい、絶対入っとくべきですね。はい、すごくたくさんの得点があります。で今なんか OK みたいなのはここら辺に出たと思うんでもらえたと思います。でこれはここのポリゴンって書いてある方はちょっとメタマスク開かない、自動的に開くんですけど、メタマスク開いてそこでもらうことができます。いくらか支払ってね、マチックっていうトークンね、ポリゴンっていうのはマチックっていうトークンと同じ意味です。でどっかでこの辺に OK って出るはずです。はい、デイリーボーナス取得済みとなりました。でこのお知らせのとこに、おおラッキー、いつも 100CP なのが今日20人に1人500もらえるっていうのが当たって、お厳重体制の報酬として 3.971CI受け取りました。このね CI とか CP とかちょっと僕意味が分かんないんですよね。ちょっとまたおいおい解説していきたいなと存じますけども、 CI はかなりいいもんですよ。うん、お金ですね多分ね。ちょっとね訂正したいことがありまして、前回動画でクエスト、まあ、行くじゃないですか。例えば、うん、この前回何で言ったかな、カエルくんで言ったかな、今回じゃあこの雪だるまで行こうかな。でここに詳細っていうのあるんじゃないですか、これをタップするんですね。押すともらえ、あのこのラビットフラペチーノトピオ、これが一番いいのが出ます。絶対0度ゴールデンスノーマンか、慈愛の氷雪大きクイーンスノー&ベビー、あベビーもおるな、こんなとこに、かわいいな。この絶対を0度ゴールデンスノーマンが欲しいなと思ってます。そのためにはこのねラビットフラペチーノトピオがね出現しないといかんのですわ、3回戦ううちにね、うん、このラビットフラペチーノトピオかこっちのラビットフラペチーノっていう、この白よ、この肌色じゃないですよ、ラビットマキアートじゃない、マキアートじゃない、さらに白い、まあ銀色かな、まあ白な、白な、白と考えてください。フラペチーノか、フラペチーノドピオ、トピオじゃなかった、ドピオね、これこの2つが金箱を落とします。ラビットフラペチーノやったら多分、この氷雪の多い継承さコールドか、氷のおてんば王女アイスか、冬の甘えん坊王子ウィンターあたりがこのフラペチーノラビットフラペチーノが落とすと思うんですけども、ラビットフラペチーノドピオが落とすのは絶対レードゴールドゴールデンスノーマンか、慈愛の氷雪大きいクイーンスノー&ベビーかと、はい、今たまたまタップしちゃいましたけども、でねこの間間違ったことをお伝えしちゃいました。その訂正を今回したかったので動画にしてます。
このように流通数と発行数と最大発行数があるじゃないですか。これね、この発行数が16で流通数が16で、あ、じゃあもうこれ以上掘り出すっていう言い方が一番いいと思うんですけどね、採掘、マイニング、なんていうかな、採掘ね、掘り出せない、これ以上氷雪大きいクイーンスノー&ベビーは落ちないんじゃないかと思ってしまってたんですが、違うよと、はい、いうことが分かりました。それはですね、このね、詳細のね、ここ、マイゾね、MYZ、マイゾっていう数字を見ると、この数字をだけ、まだ掘り出せるよということなんですね。御殿場王女アイスだったら123、コールドだったら54、埋蔵金じゃないですけどね、掘り出せるんですね。あと54体ね、クイーンスノー&ベビーは11体しかないんですよ。でゴールデンスノーマンは2体しかいないですよ。これはもう決まってるんですよ。もうこれ以上は掘り出せないんですよ。最大発行数は20、発行数は3で3、あれ20あるな、なんでやるな、まだ埋蔵は増えていくのかな、わかんないけど、今のところこの埋蔵っていうのは、落ちる数字です。あといくつ落ちるかっていう数字がこの埋蔵っていうのだよって教えてくれたドラゴンのね、仲間がいます。はい、それでちょっと今やる気になってね、このねコールドあたりを狙ってるんですね。あわよくばクイーンスノー&ベビーカー、絶対レッドゴールドスノーマン、マイゾが2があるんで、これなんかレジェンダリーですよ。お伝えしました、前も。こっち、この子がコモン。レベル最大60。この子がアンコモンで最大レベル70。この子がレアで最大レベル80。この方がエピックで最大レベル90で、絶対レードゴールドエンスノーマンが、レジェンダリーで最大レベル100という、はい、レジェンダリーも視点に入ったら高く売れますよね。高く売りたい。これ前回も申し上げた通り、投票で決めたんですよ。もう運営さんがやっていることを、もう運営さんっていうそもそもの概念がないようなゲームなんですよね。みんなでやってる、作り上げているゲームなんですよね。そこがすごいとこで、この埋蔵も、僕らの使命はこの埋蔵を全て掘り当てることだということをね、先輩が言ってくれました。ね、これを掘り当てるのが僕らのね使命であるということなんですね。だからちょっとやってみようね。このラビットフラペチーノか、ラビットフラペチーノドッピオね、狙いますんで。ドッピオはね、ちょっとは一チーム、一番強いチームしか挑戦できませんが、行ってみましょう。出発。お、満タンになってるわ、いつの間にか。で、このね、スタミナをね、間違えると、負けたり、弱すぎたりするんで、
このティーム1MCH シリーズの御三家って言いますか、3人組ははい、スタミナ30もありますんで、40はちょっと無理ですんで、いきますよ。ちょっと音うるさいかも、お気をつけて、いきます。ちょっとうるさいかな、このぐらいが好きかな。よし、そしたら、おお、いきなりインクベリーっていう、ブルーベリーっていうものを装備させてますんで、エリートフライングタンジェリンは一番後ろのやつを攻撃させます。そしてすべての3体ともの攻撃力をダウンさせる。赤い字で書いてあるのはダウンです。こいつは HP が減らしつつ PHI も減らしたということです。いきます。次、フィッシングっていう、これは知力を使った攻撃、このサンダーボルトみたいなマークね、だからこのこいつらを弱くするには、PHY より INT 知力を下げるデバフをかけてあげないと、かけてあげるといいということになります。ちょっと行ってみましょう。で、この前衛がね、この子前衛なんですけど、ウォリアーが全ての攻撃食らってます。エリートショット、ただいかだ回復、エリートスラッシュ、フィッシングで、今ご覧の通り、はい、これでもう何も落ちない、レプリカしか落ちないってことがもう分かっております。ほらね、このフラペチーノじゃないでしょ、フラペチーノじゃないんですよ。だからもうスキップしちゃいましょう。勝ちました。じゃあ次の2回戦フラペチーノかな、出ないな、スキップ。3回戦来い、白いウサギ来い、白いウサギ、ああ赤いな、勝っちゃうでしょ。よかった、勝った。でこれでもらえるのが、あのレプリカエクステンションっていうのがあって、に今金の箱に見えたのが銅の箱です。で雪だるま、レプリカ、これね、一番本物だよって言ったやつですね。それのレプリカです。ほんとね、7日間しか、きっちり7日しか使えないです。7日間過ぎると使えなくなっちゃう、はい、壊れるとは言わんけど、使えなくなっちゃいます。まあ7日間だけは、まあ、装備できますけどね。はい、で、まあ、それにしか落ちないのが、今のフラペチーノじゃないから。ね。フラペチーノの敵を今は探してます。で、まあ、こうやってレベル上げもついでにしちゃってます。ね。はい。ヘッドライ。どんどん行きましょうか。じゃあまあそんな感じですんで、白いウサギ探しまーす。出てこい。これ今飼ってるんですよ。飼ってる。はい、3回戦とも勝ちました。で、また雪だるまのレプリカ D が落ちました。で、経験値がもらえました。レベルマックスのやつはもらえますよ。でもレベルマックスなのは、キャラクターだけですね。で、まあ、トライ。もう一回できるね。こい。
ラペチーノ来い、ラペチーノ来いよ。これ何してるかというと、ここにバトル1,2,3ってあるじゃないですか。これは3回戦ってるんですよね。3回濃度は3回戦いますんで。お、レプリカピン出たよ。すごいすごいすごい。なんでやろうね。ではこのダビデブン、ダビデブンでまた、はい、フラペチーノを探す旅に出ます。ここにね、さっきも言った通りバトル1,2,3とあるんですけど、この、まあ、バトル1,2,3、こうやって1回ずつやると、まあ、バトル1勝ったで、バトル2ネクストとして、バトル2何が出てくるかな、はい、出てきた、戦う、勝ったで、バトル3何が出るかな、出てきてないな、ラペチーノは。で、スキップで勝ったっていう作業をみんな一気にやってくるのが、このこっちの左のスキップウォールっていうやつですね。はい、すごいあっという間にね、スタミナなんで、5分に1しか溜まりませんから、あっという間にやることなくなっちゃうんですよ。なぜならこうやってスキップウォールを押すと、もう3回戦うんですね。3回ほら、はい、勝って、はい、あ、銀箱落ちましたね。レプリカ B 落ちました。うん、いいですよ。 B は SAB の順番で SABCDEFF までですね。うん、いってない、もう一回いけますね。スキップウォールすると、負けたらコンティニューするよっていうのが出てきます。みんな勝ってます。今、はい、銅の箱だったので、レプリカ D でした。下を見ると、あと経験値入ったよっていうのは見ることもできるんですけど、めんどくさいので、もうリトライをしていきますね。じゃあサクサク見ていきましょう。で、ここにジェロニモ軍が多いんですけど、ジェロニモ軍は置いといて、ここにライデンタメ太郎っていう、ライデンタメウェモンっていう、で、シートンっていう、あの、コモンのキャラを僕買ったので、シートンの、シートンチームの、ライデンタメウェモンと、パスカルはもともとおるノービスっていう、コモンでもない、このゲーム内だけでしか移動も何もできない、ゲーム内だけでしか遊べないキャラクターです。で、シートンっていうのはコモンのキャラクターなので NFT って言って、はい、ゲームは外に持ち出すこともできますし、お金に変えることもできますよっていう。シートンチームでいきます。これもあのスタミナ30でいきますね。シートンチームもそんなに強くないんで、シートンチームも一気に3回回っちゃいます。2回戦3回戦、銀箱落ちましたね。レプリカ C 落ちました。リトライサクサクいきますよ。フラペチーノ出てこんかな。白いウサギ出てこんな。リトライ白いウサギ出てこい。あ、出てこんな。銅の箱やな。レプリカ D、ね。で、同じモードをやりたいので、リトライをして、ちょっとこの、トータクとワイヤットさんとバレンティヌスさんは、ちょっと待っててもらって、最後の楽しみで。
ヒロミモブン行きましょう。ヒロミモブンは確かここの HRC40 クリアできたと思います。40ならクリアできるんで行きます。だから125スタミナあるんで資産12、3回チャレンジできますね。行きましょう。スキップオール、ちょっとウサギが強そうでしょ。でも勝ってるんですよこれ、1枚目レプリカ C がちょっと強い、あのスタミナ40になったのでレプリカ D から D や E よりも強い C や D が出やすいと存じます。だったら40スキップオール、あー出てこないな、落ちないな。あ、ジェラニモさんが40到達してなかったですね。スタミナ37です。ジャガイモさんのスタミナが37しかないので、はい、ちょっと無理でした。で、じゃあ本命の、トータクバレンティヌスをこのスタミナ60で、そうですね、最強装備こっちはレベル上げ専用、レベル上げ専用のチームですんで、あのエクステンションですんで、この装備がねレベル上げ専用なのでちょっと弱いんで、ちょっと60回るためにはちょっとこれ本気出さないといかないんで、このエクステンションでいきます。武器ですよ、エクステンションって。この武器っていうか、まあ装備品です。装備2つまで装備できるんですけど、すぐ2つまでね装備できます。で、いきますよ。さあこれでドッピオっていうのが、フラペチーノドッピオっていうのが出るといいんですけどね。スキップオール出ないか、あー出なかったな。みんな怪しく目が光ってたんですけど、レプリカ B でした。というわけで落ちなかったですね、うん、落ちなかったということです。何だったかな、このインベントリーっていうところ行くと、こうやって NFT で買ったNFT でここにマークついてるじゃないですか。この今バレンティヌスさんですよ、 このバレンティヌスさんにこの NFT って書いてあるじゃないですか。これがノンファンダブルトークンかな、ファンダブルかな、ファンダブルかな、わかんないけど、そのね代替性の効かないトークンということで資産としての価値がありますよということなんですね、うん、0.、レアなのでね 0.0、 まあいいやつだったら 0.1 イーサとか、レアだったらね 0.15 イーサとか、そのぐらいで売れたりもしますよ。僕の買ったこの3体は結構お買い得なだったので、そんなには高くは売れないですけども、あとはアンコモンの3体とでコモンの1体と、ここまでが、NFT でゲーム外にも持ち出せるしね、うん、資産なんですよね。
で、ここにレプリカってあるじゃないですか。レプリカ。で、レプリカ、この、平野正門と皇帝ネロとグリム兄弟と石田三成、ね。皇帝ネロはまだ使ってないんですけど、こうやって7日使うと壊れちゃうんですよ。アセットイズブロークンって書いてあるんですけど、壊れちゃう。まあ、記念に持ってるんですけども、はい。でね、エクステンションの方のはこうやってあの NFT 持ってるんですけども、こうやってね、NFT コモンまで、レアからコモンまでかな、ちょっとコモン買い足しましたけどね、なぜならね、今度あの大会があるんですよ、大会が。その前に今お伝えしたいのはこのレプリカっていうやつで、ほらこの、おいつの間に雪だるまレプリカ A、 さっきのね可愛いなってた日本人形もこの間手に入れられて、すごいんです。日本人形の花嫁人形っていう、あれですわ、エピックのキャラクター、これがもし色がついていればね、500ガム以上で売れるっていう、すごい高値で売れますよ。これはレプリカなんで7日直帰で壊れてしまいます。使うとね、装備させた瞬間から7日で壊れてしまいます。クイーン&スノーベイビーのレプリカをいつの間にか手に入れてましたね。すごいですね。で、こうやってねレプリカ溜まってくるじゃないですか。これ溜まってきたレプリカね、 B とか C とかあるんですけど、これどうするかっていうと、こうやってね D と E と F の C バレルに注入っていうことをするんですね。そうすると4760C 注入することができるんですね。ここの数字をご覧になってみてください。4035でしょ。で C バレルに注入しますよ。そうするとレプリカ D と E と F はなくなりますけども、 CE っていうものをゲットすることができます。ほら、ここが増えたね、 C っていう、ここね、ここですよ、ここ8795 4500ぐらい増えたっていうね。これはお金ではないかな、ゲーム内で使えるまあアイテムみたいなもんですね。で、それからこっちの CP っていう方がお金に近いかなと思ってますよ。大会っていうのはこのバトルのデュエルカップが今度あるんですよね。で、そこに今度のねレッドドラゴンっていう一番強いレジェンダリークラスの大会が今日の昼の12時からあるんですね。明日の22時にかけて、トーナメントみたいなもんですね。あれ、トーナメントじゃないんですね。鬼タイムがある、鬼タイム、鬼時間っていうのがあるんですよ、なんか知らんけど。これを手動でやらなあかんのやったかな。ちょっとわからんのですけどね。初なんで、ちょっと鬼、なんか
触っちゃった。ほんとね、この MacBook Pro の感度がね良すぎてね、ちょっと触るだけで、もう感度が良すぎるんですよね。本当に感じやすいっていうか、まあちょっと下ネタになっちゃいましたけど、レッドドラゴンの予選トップ50ね、こうやって卑弥呼とかカウント幸運か幸運幸運とか、同じキャラも出していいんですよ。同じキャラレベル100のレジェンダリーのキャラクターなんていくらするかっていうと、もう多分ね1イーサー以上しますよ。1イーサー50万でしょ今1イーサーって。そのぐらい、もうここまで来たらもうすごい資産ですよね。うん、もう本当に2イーサー5イーサー当たり前みたいな、そういう世界ですね。誰かが言ってたけど、札束で札束を殴りつけているような世界、うん、まあほどほどに遊ぶようにしますけども、はい、まあそういう風なんですよね。どんどん強いのが欲しくはなりますよね。うん、強くなりたいですからね。うん、そうそう、僕が参加するのはこのチャレンジカップっていうノービスかコモンの、はい、やつと、ドラエグっていう、ドラゴンエグドラエグっていう、アンコモンのやつと、でレアクラスのベビドラっていう、ベビードラゴンベビドラっていうやつね、この3つに参加したいと思ってます。で一番近いのがドラエグかな、アンコモンクラスの、はい、感度、あ、ドラエグだ、よかった、よし。で僕のチームはほらジェロニモさん先頭にカフカライト兄弟と、こうやってもうエクステンションも決めてバッチリスタンバイしてます。はい、鬼タイムっていうのをちょっと初めてやれなんで、ちょっと先輩方の話を聞きながらやってみたいと思ってますけども、またその模様もお伝えできたらなとは思ってますが、はい、ちょっとジェロニモさんのスタミナがねもう走行してる間に戻ってるかもしれないんで、あ、このチームいけるじゃん。ね、MCH ウォリアーズ。こいつらは、スタミナ30なんで、回れますね。行きましょう。出てこないなぁ。マッキアート。出てこい。出てこんな。お、ジェロニモさんが、はい、40になりましたね。じゃあスタミナ間違えないように40にしてからいきますよ。はい、ゴー、出てこい。あー、いきますよ、スキップオール、出てこい。あー、出てこなかった。落ちないなぁ。初金箱はまだ投資ですね。先輩の中では1ヶ月に20個前は落ちたよとかね言ってる方もいらっしゃるんで、まあこうやって今まではね、ちょっとうるさいんで、今まではねこのレベル上げに夢中でね、ローマンアバカスって言ってここ出発してもこのドロップエクステンションズ
オンリーレプリカエクステンションズって言って、レプリカのレプリカしか落ちないんですね。で、たとえこの一番金箱を落とすカメレオンフラペチーノドッピオが金箱を落としても、レプリカの多分 S なんでしょうね、レプリカしか落とさないんですよ、うん、という具合でございます。で、今までそればっかりやってた。なぜならプライムって書いたんで、あの経験値がいっぱいもらえるんですね、はい、だから経験値2倍もらえたんで、ずっとこのローマアバカスばっかりやってたんですけど、いよいよね外の世界に出てみようっていうことで、今この雪だるまにハマってます。いい、そういうそんな季節ですしね、雪だるま掘り当てて、我らの使命であるね、掘り当てるっていうのが大事なんですよね、うん、それがね自分たちで作っているこのゲームっていう、はい、その面白さでもあるっていうね。あとね、ほら251、124、54、11、2と眠ってますから、掘り当てましょう。はい、朝になりました。深夜です。再びねちょっとリベンジ、リベンジっていうの、うん、スタミナ溜まってると思うので、今度こそドロップするところを、なんとか収めたいなと思います。お、118満タンで107まで溜まってますね。これでたくさん回れると思いますので、はい、ちょっと落ちるところをご覧になってください。出発、雪だるま。まずは30の MCH ウォリアー軍団から、はい、行きます。まあ寝声ですね、私ね、さっきまで寝てました。おー、失礼しました。このぐらいでいいでしょう。よし、スキップ、スキップオール。で、これ白いウサギちゃん、白いウサギちゃん、白いウサギちゃん出てこっしょい、出てこっしいじゃなくて出てほしい。スキップオール、白いウサギちゃん、白いウサギちゃん、うん、どんどん行きます。スキップオール、なんとか落ちるところを皆さんと喜び合いたい。お、金箱、やりました、落ちましたよ金箱。まあこれ初めて、コングラチュレーションズ、 You found a gold chest、 うん、金箱、イエイイエイ。おう、おてんば姫、おてんば王女アイス獲得しました。
ちょっとスクリーンショットも撮っておきましょう。落ちましたね、ついに初金箱。さあどんどん行きましょう。いいですね、この紙吹雪演出。嬉しいですね。40いけるのかな。あ、この HRC っていうこの部分、これが3なので、この HRC4 っていうのはチャレンジできないです。 HRC っていうのはコモンだと1なんですね、ノービスコモンは11なんで、111で3なんですね。例えばアンコモンのチームあるじゃないですか、ジェロにも、こいつらは222で6なんですね、HRC が、そうすると HRC が6以上のここにチャレンジできますね、はい、いくら強くなっても HRC が3である以上、このこれしか、この、はい、シートン軍団はチャレンジできません、どんどんいきましょう。スキップ。いやー、共有できましたよ、あなたと。金箱ドロップ、なかなかいい演出でしたね。金箱ドロップだ。お、あ、マキアートだな今のは。はい、という具合でした。こういう風にね、落ちると楽しいですね。で、今の、落ちたキャラクターどこにおるかなっていうことで、インベントリーの中におるかな。エクステンションの MCH ワールド、ここにありますね。発行中、2つ名をつけるっていうことができるんですね。雪だるまはいいよなぁ。いう二つなつけようかな。オッケー。雪だるまはいいよなっていう二つなつきました。お、落ちましたね。雪だるま、おてんば、王女アイス。スキルを見てみましょう。自分の INT を敵全体の PHI 増加分合計の、15%から20% 分アップ。敵全員の HP に自分の INT の 20%から25% ダメージと。いいですね、これつけましょう、装備しましょう。アンコモンのデンバー王女アイス、はい、やりました、やりました、やりました。これで戦ってみたいもんですけど、
まだ無理かな。夜中です。もう一眠りしたいと存じます。では、これがねあなたと共有できてよかったと存じます。はい、嬉しいな。では実際に落ちるところまで収録できました。ではご視聴ありがとうございます。嬉しいな。またねー。のすのす。